ランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。のつけ半島の位置。スペースシャトル標高データ使用。のつけ半島は、北海道市別郡市別町及び、のつけ別海町にある細長い半島である。延長 28km にわたる差しであり、規模としては、日本最大である。のつけ半島、のつけ湾は、湿地の保全に関するラムサール条約に、 登録されている。半島の付け根に当たる部分が、渋別町に属し、その先の大部分が、別海町に属する。半島付け根付近には、民家が存在するものの、別海町に属する先端部に、民家は、ほとんどなく、野付半島ネイチャーセンターと、漁業関連や土木、建設関連の資材置き場が存在するのみである。野付半島ネイチャーセンターは、 戸戸原への遊歩道入り口にあたる、半島先端部に位置し、専門員が常駐し、野付半島周辺の動植物や地理、歴史を解説展示しているほか、動植物観察会等の各種イベントを実施している。食堂、売店も併設する。また戸戸原まで往復する、トラクターバスが運行されることもある。野付の名は、アイヌ語の、のけうに由来し、 サスの形状を、クジラの下顎になぞらえて付けられたものと考えられている。野付風蓮同立自然公園に属し、サシによって囲まれた湾部は、野付湾と呼ばれ干潟やアマモバが分布している。そこには多様な定生生物が生息しており、またそれらを餌とするキヤシシギやオオハクチョウコや、ガンタ黒岩、単鳥、ベニマシコ、 大樹林などの渡り鳥も数多く飛来し、その数は毎年2万羽以上にもなる。冬には、知床半島同様、大足や小じろ足が集結する。そのため、2005年11月1日に国指定のつけ、半島、のつけ湾長寿保護区に指定され、同年11月8日にラムサール条約登録湿地に登録された。夏季と秋季には、 数多くの花々が見られ、歩行路を飾ることから、通称、フラワーロードとも呼ばれる。また、トドワラや、サンゴソウも分布し、独特の風景を保持する。陸生の動物ではオコジョイーズナ、ヤチネズミ、キタキツネ、エゾシカを含める、哺乳類が生息する。その他、数多くの鳥類や、トンボ類、固有種のノサップマル花鉢も見られる。 ロサップマルハナバチは、南部チ島マ列島、ネムロ半島、野付半島にのみ生息する。ゴマフアザラシが湾内のサスで休息し、観光船から観察できる。ミンククジラ、カマイルカ、ネズミイルカなどのクジラ類も、半島周辺に現れる。時には、シャチが現れ、シロイルカの確認例もある。寒冷地域によく見られる。 穏やかな春季と秋季の短さが目立つ。夏は外して霧が多く、7月上旬ですら、日中の気温が、摂氏11度という時もあるほど冷涼。一方で陶器の降雪量は多くはなく、風量が多いものの晴天にも恵まれる。流氷も冬季には確認されることがある。江戸時代後期には、千島列島での交易や、漁業の拠点となって栄えており、 漁業の拠点となる集落、気楽が存在した。現在も、その時代の墓地などの遺構が存在するが、足場が悪くぬかるんでいる。2004年10月22日には、北海道遺産に打たせ船と共に選定される。当地の様子、平らな地形であることがわかる。近年は、サスからの砂の流出が激しく、また地球温暖化による。 海面上昇の影響によりサスが年々狭まり、道路近辺まで海面が押し寄せてきている。最近は低気圧、地震、高潮等気象条件により立ち入り禁止になることも、増えており、将来近いうちにサス及び道路が、海水により切断され半島ではなく島となり、野付半島自体が消失することが危惧されている。半島の先は、野付水道を挟んで、 北方四島の一つくなしり島のケラムキザキと向き合っている。公天時には、泊まり山がくっきりと望める。アイヌご知名リストと与党の武士。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2020年8月4日閲覧。AB、野付半島って野付半島ネイチャーセンター。2020年8月4日閲覧。高橋淳一。 山崎和久、三畑正宏、マーティン・スティボンジ、小野正人、椿与隆、根室半島の丸花鉢症、特に、北海道の気象種、ノサップ丸花鉢に対する外来種、西洋王丸花鉢の影響について、保全生態学研究第15巻第1号、日本生態学会、2010年5月30日。 101から110ページ、0度1100億761万8298。ありがとうございます。